な。で、まず、馬場はこういう気なんでか。な。取り上がったは、興味先生で、まあ、これで。あと、その方が、2面分しかね。こ、太様からもらってきて。いったんけよ、太様。
歌舞伎で使われたりで。ふぶきてでも3分たりはしねえよ。半分のシールしたふぶきてでも3分はさ脱いだら脱いだらやってやる。かっこいいかっこいいかっこいい。新戦車星川修殿の玉串拝礼。
斉藤達夫殿、玉口拝礼。神社総代殿、玉口拝礼。あれっすかね、はい、上半身を使って生前の写真届かないだ。記念のハゲ、チンポコも撮ってる気がするから。あるんです、撮ってるのがいいぞ。
手首が当ててくれ水かぶんと寝るなんぞ。歌舞伎柄、こんなんだね。知ってたの？これの。知ってたの？これ、これどれ持っていい？まさか。もう一つあるのかな？今日は、鍵屋さんの酒がない。いや、いや、スタッフがいて。中身だもんな。頭の上ですね。天気少女もいいはずなんだけどな、しらがどうしたんだこれでもだね、うん、多分、張り日だな。おっせんものこれ、これやっぱ水や宮根子さんいるんだよ。上手くったん上手くった後ろあ、3つ目くらいまでで大丈夫だよ。4つ目あたりからどんどんおーやべえそっからどうおっさん俺が来てしまったこれがっぽいやがんばりこいよ俺
最後、はい、おーすいや、私本人として見れば希望通りのやつが上がったっていう感じですよね。大役を果たし終えた感想はいかがですか？あ、まあ、まさかこの年になって二度目被とは思ってなかったです、実際は。2回目なんですか？2回目なんです。最初何歳の時？ちょうど12年前で25の時被ってました。どうですか、10年経って。当時は1回目はまだ若かったんで、まあ何とも思ってなかったんですけど、やっぱり12年年取ったらやっぱり体力的にも、まあ年齢的にも厳しいですね。まず来年に向けて一つ頑張ってください。ありがとうございます。ね、あのこのトリノという球団だから、あの水を取る人も大変だったと思いますし、あのだけどもあの私の経験から言うと、あの水かぶるより人より見てる人が寒いんですよ。特に今年はあの雪だけじゃなく風がすごく昨日あたりすごかったもんだから、昨日と比較すると今日の場合はまあ良かったかなというような感じで思うんですけど、じゃあ下の位置ではいかがですか？この芝居もまあ見る通り、あの昭和40年からやってないということは、何もこの芝居が面白くない芝居だということじゃなくて、むしろ大事に懐を奥深くにしまっておいたというような感じで、まあ、来年の公演が大変楽しみにしております。じゃあ楽しみがまた増えました。増えてみた、うん、だから今までもうここでしかやってない演目っていうのはいくらかあるんですけども、まあ近年前こうやっていてしばらくやってないお芝居がまたここでも復活しているような状態なんですが、その中の一つの一応もいいんじゃないかと思います。